はいどうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで今日はですね、ちょっと久しぶりに後付けでちょっと実況を入れながら、動画を撮っていこうかと思います。まあ、皆さんね、解説好きでしょ、好きだと思うので、まあちょっと試合のことも話しながらやっていくんですけど、まあね、なんでこんなことになったかっていうと、本当は音声取れてたんですけど、ちょっとね、録画ミスで音声がなかったので、こういう形で後付けで入れております。まあね、今後ね、解説、試合の解説みたいな動画はね、まあ、あんまり撮らないと思うんですね。まあ、昔散々やったし、まあ、大会の振り返りとか、そういうのはね、やるかもしれないですけど、まあ、ランクマとかウォーゾーンの解説をね、真面目にやるっていうのは多分、今後あんまないと思います。さあ、最初はね、テレビステーションに降りて、まあ、2枚削って、近くの街に降りてる感じですね。あ、そうそう、今回はね、フレンドの MW 君と2人で2%を組んでる感じです。なので、あと1人は、ノラの方ですね。なので、今回はね、あんまりちょっとね、3人でこうキルを狙う立ち回りっていうよりは、普通に優勝を狙ってる、立ち回りになっております。まあ、3人なので、あ、さっき3人目がノラの方なのでね、ちょっとね、あんま連携が取れなかったので、まあ、普通に優勝を狙ってる感じですね。まあ今ちょっと危なかったね、だいぶ。さあ、確かこれでまだ別パが来てるっていう話をしてたかな。なんですけど、これ、あれこれどうなってた、これノラの人、どっか違うとこ行ってたのか。ね、これ明らかにもうね、ノラの人どっか一人でどっか行っちゃってるからね、もう。連携が取れてない感じなんで、まあ基本二人で立ち回ってるような感じですね。で、カバーをしてあげると。確かもう一人いたはず。OK、いいですね。さすが MP7。ですね。あ、ここはどこだっけな。あー、確かね、これは屋上に敵がいるってなって突っ込んでるんですけど、まあ、あんまり良くないですね。まあ、上にいる敵に対しては、まあ、突っ込むべきではないんですけど、まあ、確か探すのがめんどくさいから行くかってなって、まあ、突っ込んだ感じだったかな。まあ、確かこの後はさすがに引いたと思います。さあ、最近ですね、チーターがですね、出てきてるみたいですね。まあ、僕もね、多分、チーターっぽいなっていうの何人か当たったし、結構、ゴローとかもね、チーター VS チーターの動画を上げてたかな。っていう感じで、まあ、ウォールハックとか、あと、元 M 系のチーターがちょこちょこと出てきてるみたいですね。まあ、これは無料ゲー、だから仕方がないのかな。Apex とか Fortnite もね、かなり困ってますからね。まあ、仕方ないか。まあ、多分今後減っていくとは思うんですけど。あ、これまたチャレンジしてますね。さっきの。屋上にいる敵を潰しに行ってるんですけど。今回は確か僕がおとりになって、MW 君が反対の階段から登ってる感じだったかな。で、時間稼いで、MW 君が今裏を取ってるんで、こうやって潰しに行ってます。まあ、非常に危ない立ち回りですけど。まあね、もうあんまり深いことは考えてないですね。敵がいたら潰しに行くぜみたいな感じなんで。さあ、綺麗に潰し終えました。で、近くでバウンティがね、いたんで、やりに行っております。もう基本的にバウンティのそのミッションはどんどん取っていった方が、いいと思います。まあ、敵をね、探す手間も省けるし、お金も手に入るしっていうことで、非常にお金も美味しいしね、まだガンガン拾っていくのが、まあ、優勝にかなりつながるんじゃないかなと思いますね。こういう感じで敵がね、他の敵が倒すとお金ちょっともらえるんで、これもかなり美味しいですね。空爆を呼んだんだけど、今回このクラスターはね、ちょっとね、やっぱ、すごい逃げられちゃうね、すぐ。すぐ逃げられてしまうから、あんまり呼ばない方が、なんか追い詰めたとこで呼ぶとかがいいかな。さあ、ちょっと俺はガンガン敵をね、ダメージを負ってるはずなんで追いかけていきます。さあ、ものすごい逃げてるね。さあ、チクチク削って敵のアーマーを削るんですが、ここで MW 君がスナイパーに抜かれてしまうと。で、ノラの味方が蘇生してくれるかなと思ったんですけど、蘇生しない。蘇生してくれないから、仕方ないからちょっと戻るかってなってます。ちょっと危ないんだけど、スナイパーにね抜かれそうだなと思ってたら今度は味方が抜かれてしまったので、野良のさあ危ない危ない危ないとなりながら伏せて蘇生をまずします。で、まあ、スナイパーあんま撃つの良くないけどちょっとこう削って顔を引っ込めようかなと思ったらなんかダウンしたんでラッキーってことで、まあ、野良の味方を蘇生するんだけど、なんかエアストライクが来たんでダッシュで逃げます。残念、味方はもう申し訳ないけどこれは見捨てるしかなかった。あそこに3人いたらね全滅してたと思うんで、まあ、これは仕方がないですね。で、なんかもう一人の敵が多分最初にダウンさせたスナイパーを蘇生しに行ったのかな、そんな感じだった気がします。あそこにいますね。まあちょっとそれはおとりに使おうってことで、まあ、回り込んで、蘇生しに行く敵を潰しちゃおうって感じかな。 OK、 ダブルキルナイスってことで、今これ何キルだ、8キルぐらいかな。さあこの試合はね、まあ勝ったんで勝ったからチーターはいなかったんですけど、まあ、結構な確率で最近はいるっぽいかな。うん、まあ、特に数字がめちゃくちゃ並んでるアカウントとか、あと中国語のアカウントは結構、まあ、やっぱ怪しいですよね。でこのゲームなんだろう、一回死ぬと最初は収容所があるじゃないですか。でだからなんか最初キルカメがこう見れない時って結構ありますよね。だからこいつチーターだったのかなとか、なんか感染もできなくてキルカメもなくて確認できない時が結構あるんで、うん、だから思ったより合ってるかもしれないんだよね。だいぶやっぱ怪しい時って多いんで。さあここはどうなったかな。エリアギアを倒して、確かこのねドームのこの上にいるんですよね敵が。なのでまああんまり顔出せないやってことで、まあドームの下に隠れてる感じなんですけど、まあこれハートビートねハートビートちょっと OP だよね、かなり。でさっきの敵をカットします。でまあエリアも来るので、プラス上の敵もヘリで移動したんで、あじゃあ僕たちも移動するかってことでエリア際に移動していってます。まあもうそろそろね、こんな感じで終盤戦に入るかな。まあこっからは結構戦闘が多いんで、まあ、カットも少なめにしてあるんですが、まあほとんどねエリアなんだろう、ただ歩いてるシーンとか漁ってるシーンはカットしてありますさあスナイパーでちょっと削ったんで降りたかな。でMW君が車破壊して1キルして、もう1キルもう1人いるはずなんですが、確か伏せてた気がする。あそうそう、伏せてましたね。さあこれで全滅で、ここパッと後ろ見たらね、たまたま、本当にこれはたまたまですね敵がいたので降りてきたんでねカットしました。多分生まれたてかな、蘇生というか復活した敵だと思います。で1枚削ったんで敵がねもう蘇生しに行ってるから、ここはまあ思い切って詰めちゃってます。まあ1人ねダウンさせたらもう詰めちゃえばいいんで、まあこっちのもんですよね、まあ、バトロは特有の。さあこんな感じで、赤点がね、銃声の赤点が出てる時は全体マップでこういう風にピーピンってこうマークをつけておくといいですね。まあ、敵がこの辺にいたことはね確認できるんで、まあ、なるべくマークはつけるとおすすめです。さあ終盤戦ですね。こっからは、まあ、一応 UAV に、まあ、正面の建物が、正面じゃないかこれ、もう一個確か奥だね。まあこれはガンガン倒しに行っちゃってます。まあ近かったんで距離が。こんな感じで見ると敵は家の中にこもってるかなーって感じなんで、1枚出てきたところはたまたまカットできて、もう1人もカットして、で確かこれはノーラの人がどっからやられた、上から撃たれてやられちゃったのかな。でここで2人になっちゃいますね。これでノーラの人が死んでしまったので、結構やっぱこのゲームデュオ2人でもかなりきついですね結構難易度高い気がする。さあ UAV に反応あったので中に C4 ぶち込んだんですけど反応がないんですよね。でどっかに隠れてんじゃねってなったんですけど、確かこれ多分屋根上にいたのかな、おそらく。まあ、カットできましたと。さあ終盤の立ち回りなんですけど、まあね、ひとまず敵の位置を確認して潰しに行くっていう、ほんと何も考えてないですな。バトルオブグルほんと何も考えてないからな。ただただキルしに行ってるだけなんですが、ここから確かこの大きい建物がなんとかエリアに入ってるんで、ここを取りたいかっつって2人で思い切って入ってみたら、本当いなかったんですね、たまたま。これはかなりラッキーだった、ぶっちゃけ。ここいたら結構厄介だったんだけど、うん、ここは美味しいね。でレーダー的には左奥かってなって、まあ敵がエリアに追われて飛び出してきたんで1枚削ったんですけど、かっきるまではいかなかったので、ちょっとねキルにはつながってないんですよね。ここ渡ってるって撃つんだけど硬いななかなか削れない。結構弾とアーマーだけがこちらのね消費していくだけという、なんとも言えない感じになってますね。でそこの小屋にいるからあんまはいだんだけど、これもキルにつながらないと。どんどん弾とアーマーが削られていってしまって、って感じですね。かなり厳しい。じゃあ左が無理だから右行くかと思ったら、ロケランぶっ破された上にエアストライクまで飛んでくるっていう、もうかなり追い詰められてる状態。さあここなんかどっかでダウンさせた敵が死んだのかな、なんかキルが入ったんですよね。で味方に MW 君にアンファもらってありがとうありがとう言ってるんだけど、俺弾もないやってポロってねあ弾をくれるっていう最高のタイミングなんだけど、また左の敵にアーマーを削られてしまって、じゃあきついやって右もいるってなったから、ここは右を行くしかねえってことで、もうエリア外から右のやつを、潰しに行ってます。まあこれは本当ギリギリだったね、今思えば。でここの強行地を取って壁になる位置を取ってね、1枚2枚3枚と削って、で確か勝ったはずです。まあこう見るとなんか運が良かったな最後は本当に運よく勝ったって感じなんですけど、はい、というわけでお疲れ様でした。あまり解説になるような試合じゃなかったかもしれないんですけど、まあね、序盤中盤はとにかくバウンティを拾って敵の位置を割り出して、かつお金を稼ぐってところが、まあ、ポイントじゃないかなとは思います。というわけで、よかったら今日もチャンネル登録高評価よろしくお願いします、お疲れ様です。You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready.